スタートしました夏休み2024。なんと葵さんがいませんという3人でのスタートとなります。かなり例年の夏に比べると変則的な旅になります。最初は高崎まで、なんと下道で向かう予定です。 Here we goOK, ready? Here we go!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  おいしかった。本日の気温は37度。溶ける。なんかね、ただいま館林です。気温39度。おい、干からびてるぞ母ちゃん。いや、干からびてない。もともとカッサカサやないかい。熱波です。熱波。道の駅太田。やべえ、これ焼ける。あ、空気で焼ける。この空見て。どうしても見えないかい、湯沢。こんな天気の変わりをびっくりだね。湯沢到着。野口、涼しい。とりあえず南魚沼産コシヒカリのおにぎり食べます。絶対うまいに決まってる。気温は一気に26度。出発したね、地元松戸からすると11度も涼しいです。上越新幹線からのビュッ、山の湯。いいお湯だった、いいお湯だった。あ、湯沢駅。夏の湯沢は久しぶりですね。誰もいない気がする。湯沢小学校。今夜もですね、会長の駐車場をお借りしたいと思います。現代史今夜も会長の別荘にね、使わせてもらうことになりました。会長お世話になります。正面湯あっぱらです。ちょっと雲かぶっかかってるけどね。さあ、今回もレベラーを使ってかさ上げしたんですね。すると水平になって寝心地がいいというわけです。夜ご飯の準備してくれてます。自称インスタグラマーの母ちゃんは料理をしてるふりして写真ばっか撮ってますよ。テラス席で岩っぱらを見ながら料理中。最高だねこれね。すでに車中泊じゃないですねありがとうございます。これから雨が来そうな雰囲気、どうか降りませんように。いい夜ですな、ね、やっぱりスキー場を眺めながら。越後豚でございます。てん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 。いただきます。越後もち豚最強だね、うん。はい、小鳥さん、おはようございます。岩っぱらスキー場、雲がかかってますね。今日もお世話になりました。会長の秘密基地。雲ビュッ。リュウキおはよう。夏休み、リュウキ。やっぱこれインナーから入ってるよね。かっこいいじゃん。おっと、天然タワーです。お邪魔します。今年もお世話になりました。元気でしたか？楽しかった？1週間ショービットできたね。おお、すごいよ。うわ、立派立派立派。土の中に埋もれてんだよ。よし、じゃあイケベチーム行きます。1週間お世話になりました。お世話になりました。海遊
海流海流。ちゃん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 。この大きさがどのぐらいかというと、手のひらよりもでかいチャーハン食べます。美味しかったよ。いい湯でしたね。ね。ね。よし、今晩の宿へ向かうぞ。いいとこ見つけちゃいましたね。チェン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 。ホルモン鍋。はい、鍋食べましょうか。まさかここでもつ鍋を食えるとは。母ちゃんもすごい、ね、締めのラーメンごちそうさまでした。美味しかった。ごちそうさまでした。美味しかったね。ああ外は涼しい。岩崎荘、ここは宿泊もできるしご飯も食べれるところ。道の駅金山ですね。満天の星空です。まあ今日はねここで車中泊したいと思います。2日目の夜ですね。はい、場所は、福島県に入りました。奥会津エリアですね。はい、某場所で今夜は車中泊をします。後ほどご紹介しますが、非常にいいとこですね。いいとこ、新しいところで、今日はついに、葵がカムバックしましたので、4人での、車中泊久しぶりになります。明日ね朝早く起きますので、今夜はゴロゴロしたら早めに寝ます。さあ今日の一番の感想を小鳥さん。めっちゃ食べた。お昼もめっちゃ量多かったし夜もめっちゃ量多かった。美味しかったです。はい、では母ちゃん、お墓参り。あー素敵。初めて行ったね。葵選手、あなたの今日のトピックス、何でしたか？ご飯美味しかった。お葬式の帰りですか？葵さん。楽しそうじゃないですよ。すごく悲しい出来事を話しているように聞こえますね。はい、もう一回行きましょう。行けば葵さん。今日一日良かったこと、3219。と、おじいちゃんに会えたし、うん。リュウキって別れるの寂しかった。俺もだよ。でもリュウキとお別れしたの寂しかったね、葵。今日2日目でした。2日目でいつ、息子も合流しまして、今日だけで8キロ太ったと思います。そんなグルメツアーだ。そんなグルメツアーでした。明日もグルメから始まります。それではグナイ。おやすみなさい。